こんにちは、山です。パワープルアプリやっていきます。今回は、SR クレバーで投手作り直しですね、やっていきたいと思います。早速いきましょう。で、今回のデッキこんな感じです。金原、水鳥、静香、クレバ、神高で、フレンドさんの騎馬と。で、マイオンデッキです。で、これに関しては、まあ、神高のところ金徳切れるのと、クレバも福井部切れるので、まあ、なんとかなるだろうっていうのと、奪三振のコツをしっかり取りたいというところで、まあ、こういうデッキですね。早速いきましょう。で、まあ、休息と。で、ようやく、もう本当に今さっきなんですが、野手が全員作り終わって、ようやく投手始められるなという感じで、で、まあ、先発にするか中継ぎにするか抑えにするかは流れ次第ですね。いいやつできればすぐ抑えをまず作ってしまって、まあ、それから中途半端な感じになりそうだったら先発にしといてっていう感じで考えてます。これはまあ好き好きと言いますか、考え方次第と思うんですが、まあ、僕はしっかりした中継ぎ抑えを、まあ、こういうイベントの時は先に作りたいなっていう感じですね。普段は先発重視です。完全にもうしっかりしたエースを作って、先発3本柱を作って、それから中継ぎ抑えっていう感じです。で、そうだな、これ迷うな。いいか。おお、肩が痛む。やばいですね。バグのついてるな。そうですね。何人作り直したかな、今日でも。結構やってますね、パワープロ今日は。で、少し、どうだろうな。ちょっとまだ動画を出す順番を決めてないんで、なんとも言えないんですが、さっき、千丸出たんですよ。また野手やってた時に。千丸出て、内容言わない方がいいか。内容は言わない方がいいですね、おそらく。結構楽しい回になったんですよ。なので、この動画、どうだろうな。期間中に出すか、またネタ回として、終わった後に出すのかな。ちょっとまだ考え中という感じですが、こうご期待ください。で、本当にまあ、千丸の確率アップが来てる感じしますね。僕のところに。本当にイベ中の千丸引く率は結構高い気がしますね、僕は。静か来ねえな。おお、いいですね。早い早い。で、これぐらい、まあ、安定してきてくれると本当助かりますね。あとは奪三振のコツをしっかり掴んで、毒系をなんとか掴んでおきたいところですね。そうだな。守備連ですか。切れ欲しいんでやってもいいんですよね。ちょっとしっかり見ときましょうか。ないと。デート行きましょう。で、そうですね。さっき千丸野手やってて、もう完全に疲れ切っていたので、ご飯食べて復活してきました。で、そうだ。誰もいないっすね。ここかな。あ、本当に初日はきついですね、毎回。まあ、初日といいますか。SR を。対象 SR? なんて言えばいいのかな。ボーナス対象の SR 配布分取った後は本当辛いなって感じですよ、毎回。これスタミナでいいな。で、まあ、キバ、クレバ、
あとは上高ですね。もういち早くタックをできるようにして、まあなんとかポイント稼いでいきましょうという感じですね。で、特に無理する必要もないですし、試合もピンチャンでやればいいと思います。今回僕は動画の尺を長くしたくないのでサクッとでやるんですが、ピンチャンでそれなりの投手を作った方が試合でも活躍できると思いますし、僕はピンチャンおすすめかなという感じです。これスタミナでいいか。ナイス監督。さて、なかなか引きが良くないですね。練習のひっくりもまだクレバの1回で、それも体力なくてスルーしてるので、533か。なんとか低めと奪三振はいきたいですね。あと牙がくれれば伸び、神高はもうできると。これ勝負かな。で、今勝負したんですが、勝負する必要ないです、本当に。こんなリスクを取って怪我して微妙な選手になるくらいだったらやめた方がいいと思います。で、ミッション、練習も微妙ですね。デート行きましょう。で、まあ、クレバのイベントが来ないので、なかなかご紹介できないですね。クレバ、一応お披露目会って感じなので、クレバ来ないと結構辛いもんがあるなと。で、これでいいかな。行きましょう。で、まあ、少し前の動画で触れたんですが、ピッチャーやるときは、どうしてもレンジャーが多くなるので、ゴーストバスター推奨ですね。ぜひぜひゴーストバスターは行って、経験点バンバン稼ぎましょうという感じですね。いやー、でも本当に高レベルのレンジャーがたくさんいるとかなり楽ですね。もう本当に回してるだけでバン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 敵を投げ倒してくれるので、ガードの代わりになるかと言われれば、まあ本当レベル次第っていう感じではあるんですが、その足止め力がやっぱ違うんだよね、ガードは。ただ本当に高レベルレンジャーは強いっすね。で、そうだなぁと。全然スタミナ上がってくんないですね。よっしゃ、爆速覚えたい。もうこのイベ期間中は常に爆速狙ってますね。ただ僕、快速は取れたんですが、爆速はまだゼロですね。なかなか大変っていう感じですね。で、奪三振今取れましたね。で、おお、結構いってんな。もう次で完走ですね。なんで、できるだけ球速を上げときますが、結構厳しそうっすね。こりゃいけんな、さすがに。重い球。レベル20スナイパー。もうデートもあと1回か。これはあんま良くないですね、正直。神高か。低めが欲しいな。奪三振は取りましょう。いいですね。
スライダーを潰してない割にはくれましたね、ちゃんと。うん、スライダーどうしようかな。おー、素晴らしいな。実は僕、あんまり体力減らしたことなかったんですよ、クリスマスで。キバ妹ちゃんで全開するんだな、素晴らしいですね。世界平和、うん、いいですね、中吉なら。ほーんで何もないと。うん、この変化ポイント30でもいいですけどね。味方のレベル上げればいいかな。うん、微妙なんでコビ打っときますか。体力回復します。ほんとケースバイケースですね。なんで騎馬の選択肢はほんと使いやすいなっていう感じです、僕は。これもういっちゃいましょうか。やることほんとないっすね。うん、ちゃんと働いてほしいんだが。うん、練習辛いっすね、マジで。コビ打っとけいいかな。で、精密機械のイベント、ほんと進んでないっすね。オムレツイベント。で、成功率は、僕は今、投手を初めて作るので、クレバ SR で。わかりません、全然。ただ、そんなに成功しないんじゃないかなと思ってます。というのが、野手の方で、安倍日もらえるんですけど、金属指で完走すると。1回だけでしたね。8人作って。なんで、まあそんなにはくれないんじゃないかなっていう印象です。まあたくさんくれたら、まあくれは強すぎですね。特にテーブルが騎馬と一緒なのかな。練習、試合経験点か。が、おお、これ行きたいけどな。迷うな。うん。こっちかな、怪我率的には。試合経験点もつくので、普通にガチャで出たら欲しいキャラの一人ですね。うん、くれなかったね。うんで、騎馬妹とかまだ終わってねえのか。そうですね、これ技術いってもいいですね。技術いきましょうか、一回。うん、流れはそんなに悪くないですね、今のところ。ちゃんとクリスマスも間に合って、中吉お正月。で、コツも奪三振と低めは一応もらえたと。やべ。うん、この熊の後ろの。これが怖いな、ほんとに。困った。あ、間違えました、完全に。危ないですね。操作も何回間違ってましたね、今。危ない、危ない。行きましょう。弱すぎるな、シズ。ただ他に入れるやつもいないっすね、今のところは。なんとかゴーストバスターで筋力技術バンバン稼いで、もしくは変化球、まあまあそれなりの選手にできればいいなっていう感じですね。
さて次ですね。スライダーは潰しましょうか。もう高速サイド取るか。低め取っとけばよかったですね。完全に忘れてましたね。OK と。そうですね。休みかな。悪くないですね。クレバのイベントが本当起きないんだが、まあこんなこともどうしてもあります。おお、こっちかいって感じですね。で、ここはだいたい真ん中でポイントもらいに行ってます。下でかけてもいいとは思います。月々ですね。で、変化球足らんかな、技術かな。あんまり変化球は重視してないですね、今回に関しては。もちろん集められれば集めたいですし、総編伸ばせるんだったら10ぐらいいきたいんですが、まあ、それよりはなんかバランスいいピッチャー作ってますね、今のところは。まあ、またミッションの展開次第ですね。強いなレンジャー。レベル高まるとやっぱり違いますね。もう静かいらないかもしれないですね。クレバもそれなりに育ってるので。本当にいらなさそうだな。そんなことないか。あ、まずいな。違う。うわー、ひどいな。おっと、流れ悪くなっちゃいましたね。自分で悪くしちゃいましたね、完全に。ナイスナイス。ピンチはこれで取っていいと思います。んで休むと。これはやばいな、合宿だな。次治療しに行きます。通院します。おお、よかったよかった。で騎馬、初めてですね、それがタック。おー、怖いな肩。欲しいコツくれんな。くればと。あと黒ファイだけですね。おー、いいですね。まあまあまあ、サクッとで勝っていけても5000点ちょっと超えぐらいっていう感じですね、これを見ると。そうだな、いいかこれだったら。騎馬の方ですね。あとは黒ファイが通ってあげて、
いいですね。ジャイロボールか、いっちゃいらないの来たな。おお、いいですね。これ生きてー、これは勝負できないっすよ。休めばいいかな。うん、果たしと、ゆうたまも来てますね。最強も大きいな、これ。うん、これでいきましょうか。うん、こっちの方がいいかな。とりあえずこれいきましょうか。あとは静かもまだ終わってないと思うので、それも行かないといけないですね。一回。やばい、やばい時に助かるバウンサーってやつですね。うん、やっぱガードは一人いないと辛いっすね。ただあれくらいのレベルのガードを連れてくるんだったら桜の実を一択って感じですね、僕は。倒せたな。あとはもう押し出してりゃ勝てますね。もういなくなったら。うーん、でまあこれはここはいいかな、静かで。行きましょう。そう、これちょっと嫌な流れですね。全く静かを信用してない動きでしたね。ちょっと自分でやってて笑いましたわ。まあここは大丈夫だな、さすがに。大丈夫ですね。おお、素晴らしいのありますね。とりあえず休みましょう。これどうしたらいいかな。こうだな、やっぱり。ゼガヒでも行きたいやつですね、これ。あー、これまずいな。危ない危ない危ない。一人待機だな。
うん、ここは大丈夫そうですよ。うん、これで毒系結構安くいけそうな感じですね。いやー遅いな、森津くんが。コントロールだったかな、これ。シークだね。やっぱし技術足んねえなーって感じですね、これ見ると。まあ、初期値もそんな良くなかったんでね。そろそろ試合ですね。これ行きたいな。いやー牙来てほしいですね。せっかく2個目まで進んでるんでね、金曲腕が。これこっち行きたいな。うん、その前にミッション見ときましょうか。勝たせないな、これ。行きましょうか。で、そうだな。ジャイロボール、カチュウ。技術足んないっすね、やっぱりどうしても。で、スタミナも D くらいまでには上げときましょうという感じです。あとはもう水鳥と桜の宮、どっちかのキャッチャー20丸、もしくは丸で、なんとかしてもらう感じですね。ランナー、2、3塁、1、2塁。結構打たれそうな印象ですね、このピッチャー。なんでまあ精密機械と毒系を早めに取得できれば結構抑えてくれるので、そこをまあ狙っては行きたかったんですが、クレバーはちょっと厳しそうですね。うん、やっぱ前4だったんで結構きつかった感じですね。神高に至ってはイベント何か起きたかなってぐらい起きてなかった気がするので、ただまあそのおかげで静香ちゃんのまあ、告白安定とか、まあ、ここのイベント用デッキに関してはこれでいいのかなという感じは僕はしてます。うん、3-0 か。まあこの試合は大丈夫そうですね。今の4番のやつパワーやって、ちょっとビクッとしましたよね。おー、ナイスサード。あれをセカンドでさせるのがやっぱ SG 強いですよね。うん、変化球もう一個早く覚えたいな。技術が足んないっすね、やっぱりどうしても。球速変化球両方に持ってかれるんでね。コントロールも上げたので C まで。うん、やっぱ総編は1と8ぐらいだな。8も行くか怪しい感じですね。まあ、試合勝てればの前提です、ね。おお、こいついいバッターだな。OK ですね。まあ次行こうですね、試合は。なので、早めに毒系が欲しいんだが、もう取りに行きますか。かなり、かなり。
うん、少しか。で、これもう取っちゃいます。取れないと。技術単位は。牙だな。46? 伸び、重い球。うん、牙ですね。うん。いいですね。取れねえか。若干足りてないですね。伸びと打球反応と。うん。まあ、それなりですね。あと、毒系取って、なんとか進んでいければなっていう感じですね。本当にモブ強くないですか。そのスタジアム回しててもなんか SG のモブとかやたら強いなみたいな、ほぼオールエースのやつとかも見かけたんで、ちょっとなんかそれはさすがに違くねっていう感じでした。一番ひどいのはまあパーコーですけど。 OK ですね。三者連続三振してもな、ノーアウトでピンチ作られると困りますね。で、まあ1点取られてもいいので、ここはおお、ラッキーラッキー。球数少なくいけるようにストライク先行ですね。第9、危ない球、初球はストライク、伸びのあるストレート、低め外角ストライク、これで追い込みました。第3球を高め、空振り三振、見事なピッ。うん、こいつ系にした方がいいかな。第9、危ない球、ストライク、伸びのあるストレート、投げた、高速スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。ラッキーが続きましたね。空振り三振、最近全く。うん、なんとか勝てましたね。次ですね。おお、玉持ち欲しかったですね。そういえばこのイベント見ると思い出すな。どっちもいけねえなと。筋力に要所、要所のコツか。80点、技術ないかな。ないんだな。もうこれがどうしてもうまく見えますね。いけますかこれ。おお。多分動画外だったら休んでます普通に。こういうのはまあ勝負っていう感じですね。うん、さすがにこれ無理だな。次以降も練習あるんでこれは休みます。うん、チュンチュンしてほしかったですね。行きましょう。ほんで、そうですね。毒系をまず取って、重い球取れないと。取れないっすよ。キレ。打たれ。一個取るか。キレも行きたいっすけどね。なんとか。行きましょうか。技術がやっぱり圧倒的に足りないっすね。で、爆速もダメでしたね。しゃあないっすね。おお、まさかのマチェット完全試合。ああ、自動失点か。しゃあないっすね。ここはなんとかゼロでいきたいですね。ただまあ、本当にこの辺から相手のコンピューターレベルも
打力も上がってくるので、なかなか、まあ、難しいところはありますね。うん、自動失点しないだけマシかって感じですね。第9投げた、見送ってストライク。第3球を投げました。球種だな。第4球を高め、空振り三振。さて。第9初球高速スライダー空振り。セカンドランナーちらっと見た。危ない球。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球をまっすぐ見送ってストライク。伸びのあるストレート。第4球は高め。空振り三振。もう勝ってほしい。ナイス完投ですね。うん、スタミナない割には頑張りますね、こいつくんも。上げてあげようかな、スタミナ。うん、あんましもう技術使いたくないんでね。キレ重い球、うん、つらいな。あと球持ちがあったらかなり良かったですね。うん、C にあげようかな。で、コビ売りに行くやつですね。いやー、これは負け確かな。さすがにこれは負け確かな。これちゃっかりできます。僕は抑えられる気しないです。は、激闘第一に関しては自分で投げて抑えられる気は本当まるでしないです。で、まあ、冒頭で全部サクッとでいくみたいなことを言ってしまったんですが、すいません、予定変更します。ちょっとここの激闘第一だけは勘弁してください。無理です。速球外れてフォアボール。ストレート。第9投げた。ボール。投げた。いや、なんか緊張しますね。でもさ、ちゃっかりチャンス。投球は3球目。投げた。センターへのフライダーヒット。一塁ランナー一気にホームへ。セキュリティガード2点。とりあえず5点ぐらい欲しいけどな。第9ちょっと危ないな。初球空振り。で、まあ、ちゃっかりチャンスにしていて、多少尺長くなると思うので、ここ、スキップしてください、ぜひ。で、なるだけ、まあ、5点ぐらい取ったら、もうやめたいなという感じです。5点も取れないですね、僕の技量じゃ。2点取ってや大丈夫だろう。第9投げた。スプリットか。ケビシマ掴んだ。2塁アウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。うん、ピッチャー陣がかなり頑張ってくれてますね。第9ストライク。第2球投げました。もう大きく外れました。カウントワンボールワンストライク。投げました。うん、パワーないしね、こいつやった。さすがにもういいっすね、バントで。さすがに勝てますね。第9投げました。セーフティーの練習したいです。投げました。ダメだ、下手くそすぎる。投げました。ボールを掴んだ。アウト。ランナー3塁に。第9カツッと。うん、まあこれでいいでしょう。いや、もうほんと激闘第一だけは全く抑えられる気しないですね。抑えられる方はぜひ僕にアドバイスください、本当に。ここでいいな。じゃあ行きましょうか。対左とか欲しいけどな。
リリース、玉持ち、逃げ玉。なかなかちょっと技術不足で厳しいですね。この掛け覚えなくていいかな、とりあえず。とりあえずこれでもう行きましょうか。お待たせいたしました。おお、覚えとけばよかったってやつですね。結構どうなんですかね、その変化の小さい変化球をたくさん覚えるとよく打たれるっていう話と、今も僕スライダーだけで結構抑えてきたので、ここまで。でさっきの激闘第一もコンピューターが抑えてくれたので、もしかしたらまあしょぼい変化球を覚えるぐらいだったらなしの方がいいかななんて思って今やめたんですが、どうなんですかね。さすがにでも自動失点でどうしようもないな。で打たれると思います、おそらく。激闘ほどじゃないですけど打たれますよく。第4球を投げました。4球目ストライク。第5球投げました。アウトロー。ボール。慎重に攻めてきます。フルカウント。ストライク。空振り三振。ゴリラ。第9、1球目ストレート空振り。第2球投げました。第3球を今入ってみようか。投げました。外れた。ボール。なかなかやるでないかお主って感じですよ。投げた。ストレートはボール高め。カウントは3ボール2ストライク。ランナースタート。三振。結構球数使っちゃいましたね。完投無理そうだな。打ち込まれてるしな。第9ストライク。膝元厳しい球でした。投げた。高めストライク。セカンドランナー近くにいた。投げた。三振。石田、全くタイミング。第9、初球から。ナイスショート。二塁アウト、スリーアウトチェンジ。すごい打たれるな。第9、危ない球、内角低め、ストレートは外れてボール、膝元外れます。決まったストライク。投球はこれから3球目。第4球を投げた。決まったストライク。第5球投げた。ちょっと本当逃げ球ないんで、これぐらいのドットだと狙いに行くの怖いっすね。低めの変化球です。第9ボール、まずは高め。肩越しにランナー見た。危ない球、インコース低めストライク。第3球を投げました。ドットすらないですね。高め、直球は外れてボール。カウントはツーボールツーストライク。投げました。おお、結構頑張ってる気しますね。点取ってくんねえな。おお、ナイスナイス、頑張りたいな。第9初球外れても、いやこいつ雰囲気あるな、打たれそう。第2球投げました。第3球を投げました。投球これから4球目。高速スライダー見送ってストライク。第5球投げた。見送ってボール。ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を、はいですね、コース低めいっぱい見逃し三振。またこのゴリラちゃんか。第9危ない球。本当にさっきからクリーンアップばっかもあります。第3球を投げた。まあここで交番でもいいですね。投げた。アウトコースをつけた。ファーストライナー性の当たり。頑張れ SG 高校。しゃあないっすね。まあ自動失点だったんで、できたら優勝したかったっすね。ただまあまあ今回はイベント投手なのでというとこですね。
で、抑えですね。それなりの能力だと思うので、もう抑えでいいと思います、こいつで。でも、欲を言えば爆速か快速ぐらいはついてくれたら嬉しかったですね。うん、5000点か。なんとも言えんっすね。よーしょ。変化球あげましょうか。スプリットとかがいいな。うん、8だな、やっぱり。こんなもんかなっていう感じですね。対左。対左1個取りますか。根性。そうですね。根性つけますか。もうあと取れなさそうですね。なんかいいのがあれば。ない。はい、ということでできましたと。変化球もうちょっと上げれたら良かった感じですね。ただもう抑えはこれで十分だと思います。ということで、僕はこんなピッチャーを、まあ、サクッとでやったり、ピンチャンでやったり、ちゃっかりチャンスでやったりで量産して、本戦臨むんだと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。